your impression of a city wish. Loved more than everything you gave her in. No, I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end. あれ、来なくなっちゃった。どうさ。ここにですね、パノ君のお洋服が、だいぶいっぱいあるんですね。結構もう何年も前からあるようなものもあって、割とサイズが合わなくなってきたりしてるんですけど、皆さんこのワンちゃんの服ってどうやって収納してるのかなと思って、今まではなんかこう畳んで普通に綺麗に置いてたんですけど、だいぶ量も増えちゃってどれを着せようかなっていう時に不便だったんですよね。でちょっとなんかないかなと思って Amazon で検索しました。これですね。はい、こういうなんかワンちゃん用のハンガーっていうのがあるんですね。全然知らなかったんですよね、今まで。こういうのがあるっていうことに。もちろん人間のと比べてここすごい短くて、ワンちゃんの服かけるようにこうデザインされてるものです。これがあれば綺麗に一枚一枚引っ掛けてどっかにこう引っ掛けるみたいなことができるなと思ってちょっと買ってみました。じゃあちょっとここに服をかけていきます。はい、こんな感じですね。でこんな感じで服並べてみました。まあ収納きれいにはだいぶなったかなって感じですかね。まあ、結論から言うと、ちょっと僕が買ったハンガーのサイズが小さかったかなって感じですね。っていうのも、パグって首周りがすごい太いので、ここの襟のところがね、結構もう拡大しちゃってて、ハンガーギリギリ引っかかってる感じなんですよね。で、なんか、このハンガーの形が、なんだろう、人で言うところのすごいなんか撫で型みたいな形状で、もっとこう斜めじゃなくて、こうしっかり、横になっててくれたら引っかかるのに、すごい撫で方状態で、ずるずる下がってきちゃうんで、もう少しそれかこう、ここが長いやつ、買えば、首太いパグちゃん用の服とかも、こうスムーズにかけられるかなっていう感じですね。こういうなんかタートルネックみたいなやつとかはもちろんしっかりかかるんですけど、夏物のものとか、タンクトップみたいなものとかもね、結構もうちょっとダラーンとギリギリかかってるっていう感じのところはあるんで、ちょっと次買うとしたらもう少し大きいやつがいいかなと思います。一応買ったリンクとかそういうのは概要欄に書いときます。まあでも綺麗に収納できるようになったから OK って感じですね。今日はこの先日買った SIGMA FPL っていうミラーレスカメラを使ってパノのお散歩を撮ってこようと思います。多分ねめちゃくちゃいい絵が撮れると思うんですけど、まあ一般これ一本しかないんで、ちょっとどんな感じで映るか、お散歩動画作ってみようと思います。あとこのレンズ自体に手ブレの補正機能がついてないんで、結構ねシェイキーな映像になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとやってみます。あと今この GoPro を使って撮ってみようと思います。駐車場の検索結果を表示しています。早い、ダメだ、こんなに活発に動くと全然取れない難しい。今だやっと撮れる。
あれ。あ、やっぱなんか服かもね。服か。うん、脱がす。脱がしてみよっか。うん、なんか一貫坊やにするか。裸の方がこの子歩くよね、絶対。俺これ持つから。なんかちょっと服が嫌だったみたい。なんだろうね、何か引っかかる感じだったのかな。裸にしたら歩き出すっていうね。服が嫌だったんだ。コンビニ行くの。めっちゃかっこいい、このバイク。何、かっこよ、欲しい。めっちゃかっこいい。あ、バイクの。かっこいい。かっこいい。乗るんですか？うん。ラングラー。白ラングラー。すごいちっちゃくていいんだけどな。難しい、慣れないと。どっか行けんのかな？あの辺のテラス席とか行けんのかな？テラス確か大丈夫で。うわ、美味しそう。美味しそう。食パンだって。生食パンだ。へえ。前あったかな。いや、なかった。ここね、なかった。カオリンショップみたいな感じだった。ああ、よく覚えてるね。潰れて。ワンチャン。なあと思ってたら。こんにちは。進めないの？うん。危ないです。すいません。すいません。なんか花欲しいね。お花かわいいよね。うん。看板系になる。看板系ね。ありがとうございます。ありがとうございます。やだって一緒したい。カフェラ、あ、カフェラテでいいかな。私塩キャラメルラテにする。うん、塩キャラメルラテのホットのスモールサイズ。うん。うん、ありがとう。じゃあ今度手を挙げて。はい。これは、塩キャラメルラテの、ホットのスモールと、ホットのカフェラテのスモール、はい、処理もお付けします。あ、お願いします。はい、こちら塩キャラメルラテです。はい、はい、こちらがカフェラテです。はい、どうも。飲み口を詰めるだけお付けください。ありがとうございます。どこにしようか。そこも OK だったよ。ラテアート。あ、ラテアート持ってんだ。すごいね。取れない。崩れちゃった。ちょっとパートナークなってる。あ、危ないよ。やっぱり GoPro の撮影楽だな。ワンちゃんの撮った時とかやっぱ GoPro 最高に便利。うん。シグマ FPL を使っていい素材を撮りたいんだけど、かなり光が中途半端で、だったら暗くなってほしいし、だったら晴れてほしい、もしくは雨が降ってほしい。もう一番絵が今中途半端な状態。なんかこう曇りだとこうフラットなんでね、これちょっとこう光と影のメリハリがない。そう、コントラストみたいなのがあると素敵に映るけど、それはスマホだとなかなかいい写真とか動画を撮るのが難しい。知らんけど、ロンハーマンってさ、犬服とかなんかあんのかな。え、わかんない。でもありそうだよね。で、普通にさ、なんかちょっと向こうとか見てる感じ。オッケー。かわいい。ちょっと似たお顔で。まだ子供なの。かわいい。めっちゃかわいい。じゃあこれからどんどん大きくなるね。5歳です。5歳です。あら、元気。すごい。でも犬見知り。かわいい。ちょっと歯がこうかわいい。ちょっと隠れてる。すげえ可愛いですね。あ、でも確かにまだちょっとこうね。医者ダメだよ。ね、だかわいい。すごいちっちゃい歯が。かわいい。ありがとう。こちらこそです。
ちっちゃいこうギザギザの歯が、パノにもねすごいちっちゃい歯があるんだよね。やっぱりなんかあのおじさんって言ったら失礼だけど、飼い主さんもなんかおしゃれだよね。なんかこうちょっと違うよね。やっぱり駅の方とか行ってみる。それでパノ歩くんじゃない。無理やり歩かせてます。ウケる。テラスモールのこのガダッピーのところで爆走するパノとタカちゃん、こんな人がいっぱいいるところで戻ってくるつもりだ。来た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 。ウケる。すごいね。すごいね、爆走してるよ。この抜け感のところでさ、写真撮りたい。いいね、横向いてる感じ。あ、パノも一緒に横向いていいね。なんかサムネになりそう。見てみ、ほら。あ、本当だ。かっこいいよね。かわいい。これかわいい。あのそのさ、真正面向いてるのもちょっと笑っちゃうんだけど、うん、なんかもうドスコイみたいな、ね、ドスコイ感がすごい。なんか写真やっぱ撮れると面白いね。そうだね。今までさ、うん、動画でこう全然写真とか撮ってこなかったもんね、うん、あそこにもラングラーがいる。あ、本当だ。 Well, I saw you setting the mood like a light in the smoking roomDancing to the blues like a disco groove, catching every eye. When I saw you, looking at me with a smile like you wanted me. Saying, boy, come on, will I break, be gone? I just had to try. You just move, baby.Just move.